はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西のティータイムですね。ティータイムコーヒー、今回これです。中西のティータイムといえばトミカまたはアニヤ。はい、今回これです。はい、長いね、名前も長いですよ。これ全然覚えてない。消防系ですね。はい、横浜市消防局特別高度救助部隊機動牽引工作車。はい長い。レッカー装置回転伸縮上下、アンダーリフト稼働ウィンチ回転、すげえ。フィルムがね、本当にね、フィルムを細かくちぎれないように最大限の努力をしております。はいね、外装フィルムね、最大限かつ最善の、はい、努力、はい、思って、取り掛かっております。はい、ここがすごく明るい。これえらいことになりますからね、ちぎれたらね、日本が沈没します。はい、細かくちぎれるとね、はい、細かくちぎれると ね、日本沈没は しません、すいません、しません。僕個人がね、伸びます、ミヨーンって伸びます。はい、ネバール君、ネバール君だっけ、伸びんの。フナッシーも伸びるんでしたっけ。それぐらい伸びますよ。はい、ミヨーンっつってね、ミヨーンっていうか、まあね、ベーンって言いながらねベーンって、まあまあ前もやりましたけどね、昔やりましたけど、ベーンって 言いながら伸びます。はい、もうすごい伸びますよ。はい、僕がね伸びて、まあまた縮みますけどね、元通りです。はい、バイーンって言いながらね伸びてね、大道芸人、それでお金取れるから、まあ、ちぎれた方がいいのかな、ね、まあ一時このねトミカを持ってってね、ね、人前に持ってってね、こうわざとこうフィルムを細かくちぎれさせてベーンってこう伸びるっていうね、それで日銭を稼ぎます。はい、気楽な家業ですね。はい、すぐ飽きられるでしょうね。うん、一芸のみ、はい、芸が少ない、すいません。うわー、すげえ、結構複雑、スーパーレンジャーって書いてあるね、救助隊、すげえ、 SR とか牽引とか書いてありますね。はあ、へえ、すごいっすよこれ、ほらすごいでかいっすね、この車の大きさからするとね、でかい、スープレンジャーね、 SR ってここ書いてある、横浜消防って書いてありますね、スーパーレンジャー、あ、この SR ってこのスーパーレンジャーのことか。 iPad で撮ろうか、スーパーレンジャー特別高度救助部隊って書いてありますね。横浜ファイヤー119、はい、横浜消防スーパーレンジャー、ここに牽引って書いてあるんですよここかわいいな上に牽引って書いてあるのかわいいですね。ウィンチ、ウエンツじゃないですよ、すいません最近しょうもないな僕。まあこの牽引される車はちょっとしょぼいですが、まあまあそこら辺はね、あ、これ違うのか、左右違うんですね。あ、なんか車、あ、が壊れた牽引される方の車が壊れた、こちら側ちょっと違うんですね、左右が違う、横面がここ小窓ありますが、こっち側小窓ないんですよね。これ動くんでしょうね、ほら、うわ、こことかちゃんとしてるちゃんとしてる、これ動きますよ、ほらほら、すごい、うわ、ぐるぐる回る、これ紐がこんがらがっちゃう、あんまりやると紐伸びんのか、どうなんだろう、こ
ここは、あ、動く、ああ、伸びる、すごい。すみません、いいおっさんが。感心しております。おっさんが感心しておるところです。はい。すごいな、これ。この紐を、だからこっちにちゃんと通しとかないと。あ、こういうことですね。わあ、すごい。ここにちゃんと通さないとね。はめ込まないと。その上で、こう、ね。うわ、すげえ。伸びますよ。そしてまた引っ込みますよ。これ回すとね。ほら。綺麗に戻ってきました。はい。あ、正面見せてなかった。正面こうです。中もまあちゃんと作り込まれていますね。これは本当になんかいろいろ動いて面白いですね。ね、車もついてます。しょぼい車もついてますし いいです。はい、楽しかったです。はい、すいません いいおっさんが楽しかったです。はい、まあちゅうことで、まじまじじゃまじゃ